では始めましょう。もちチャンネルです。さあ、いよいよ英語講師オーディション本選の結果発表、果たして決勝に進む3人は誰なのかっていうのをね、発表したいと思います。審査員の結果揃いました。まあ同率とかが出た場合は視聴回数と高評価数っていうのを考慮するって感じですね。もうただ視聴回数と高評価数は、まあ、ほぼほぼ比例してます。今回の大会は隠して見えないようにしますけど、高評価数ですね。やっぱり視聴回数が多い人がやっぱ高評価数が多くなるってね。低評価は考慮してませんので、そういった形になってます。そしてね、決勝はこの方々が見てくれますからね。この人たちに見てもらえる3人の決勝進出者は一体誰なのか、行ってみましょう。では行きましょうかね。まあ審査員ですが、当時のね、武藤先生、僕の先輩で、当時の時田先生、僕の後輩になるわけですけど、で、駿台の日枝先生。それぞれ、まあ10点満点でやってもらってます。武藤先生から行きましょうか。では発表していきますね。まず、高瀬先生、すべて英語で行った方ですが、高瀬先生が7点。そして岡崎先生、女性の映像で体の動きでイディオムを覚えるっていうですね。で、岡崎先生が7点。続いて岩瀬先生ですね。官僚系を映像とか使って解説した岩瀬先生が8点。これが1日目の3人でしたね。そして2日目の一番最初が永瀬先生でした。1分間でね、自動車同士の説明をしてくれた永瀬先生が8点。続いて鈴木先生ですね。過去形っていうものはどういうものかっていう説明をしてくれた鈴木先生が7点。そして、ゆっくり解説の宇内先生が6点。リスニングについてでしたよね。で、杉村先生ですね。argue のね、解説をしていた杉村先生が8点。そして、w のね、発音のルールの家田先生が7点。そして、最後がパト先生ですね。クジラの歌、ね、クジラ公文の歌、ね、出したパト先生が8点。という感じになりました。ね、まあね、パト先生、ダークホースと呼ばれててね、みんな一体どんなんなんだってね、期待したと思うんですけども、はい。まあぜひ見てない方は見てみてください。ここはやっぱね、再生数とか、やっぱ2日目が最高潮に来たんですよね。1日目で、おみんな、おどんなんだみたいな、2日目で、おぉみたいな感じになって、人ってほんとすぐ飽きちゃうんで、ちなみに再生数とかに関してはね、やっぱこうおすすめで出てきた時にみんなが押すかどうかなんで、タイトルは皆さんに作ってもらったので、ああ、こういうタイトルすればもっとクリックされるのになとかっていうのは結構思ったりしました。クジラの歌って言ってこれ英語のもんだと思わないじゃないですか。何のことだかわかんないと思うんですけど。武藤先生のアドバイスとしては、多くの人が内容をやっぱ盛り込みすぎだと。それはね、最初の僕がいろんな人を審査して思ったことって、やっぱり、こう、やっぱ興味の喚起っていうのをちゃんとやって、その後で説明して、まあなんか覚え方だったりとか解説した後に応用できるようになんか出すっていう3分だったら、そういう感じで作るんじゃないかなと思う。やっぱできなかったことが、あ、できるようになったぞっていう風にその3分で思わせるってことが大事かなと。やっぱそこね、他教科でもものすごく多かった。このやっぱできなかったものができるとか、分からなかったものが分かるっていう感覚を持てない授業が多かったですね。ただやっぱり説明してるだけだったり、抽象的だったりっていうのが他教科でもたくさんあったことですね。まあ、クジラ構文が覚えられるとかね。で、それを応用するカラオケで歌うとか。続いて、日枝先生行きましょうか。高先生6点、岡崎先生7点、岩瀬が、岩瀬先生っておかしいね。岩瀬が10点満点ですね。めっちゃ気に入ったんですね。で、永瀬先生8点、鈴木先生8点、宇内先生5点、で、杉村先生9点。おお、気に入ったんですね。家田先生6点、パト先生7点。やっぱ、杉村先生、まあ、わかるんですよ、見てて。これ、玄人好みの授業だなっていうのは実はね、わかるんです。ちなみに、日枝先生の内容をプレゼンで、決勝で見たいかっていう点数をつけてくれてますね。その決勝で見たいかには、ちなみにパト先生も入ってます。そっか、まあ、プレゼンを入れると、やっぱり自分がこう出てきて教えてない人たちがやっぱプレゼンでは低くなってますね。やっぱ10点、8点、9点とか見ると、まあ、やっぱ文法系が好きですね。日枝先生。続いて、時田先生ですね。高先生8点。岡崎先生9点、5点。岩瀬8点。永瀬先生7点5。点5までつけてくれるんですよね。鈴木先生7点5。
宇市先生6、杉村先生9、家田先生9で、パト先生が 8.5。 おパト先生が高いで、まあそれぞれのねコメントいただいてますけど、あ岡崎先生が一番高い、映像授業の革命って書いてますね。落ち着いたナレーションのような塩梅の授業で、解説の中身も聞き応えがあったと。映画や受験で役立つという落としどころもいいと。そうそう、落ちね、これね結構あるね。で杉村先生がハイレベル層という対象が明確と。東大の問題をあえて使う強心臓と3分の制約の中で解説しきった技術に高い評価を得ました。そう、やっぱりね玄人好みになるだろうなと思ってました。で家田先生は鮮やかなまとめ方が際立ってましたと。また奥の手がありそうなので選出いたしました。この3人、パト先生発声を高く評価しました。声が大きな武器ですね。時田先生一番困ってました。パト先生どうやって評価してるんだろうって、ね。で岩先生、高校の授業の理想形かもしれませんと。言語体験で気づきを促す形は対面でより効果を発揮するので、60分の対面で光りそうな授業です。高先生、英語で行われる授業は聞く答え満点でした。少しだけ受講者の層の想定が曖昧でしたので、その部分は改善の余地がありそうです。そうなんですね、まあ多分まあ世界的なね基準で言えば、あの英語を聞き取れるからといって、あのカンマのこととかっていうのは気づきがあってすごいんですけど、日本だとやってる授業内容の方が簡単になってしまうっていうのがあるんですよね。そうだから英語字幕は入れた方が良かったって思いますね。僕もだからセルタ取ってるんで、世界基準の取ってるんで、だから海外に行って語学学校に行ったら英語で全部習うわけで、そうするとその喋ってる英語は決して高いレベルのもので全くないので、普通に授業としてなるんだけど、ところどころですね難しい単語入ってるんですよ。あこの単語聞き取れないよなっていうのがちょっと実は入ってたりするので、やっぱ英語字幕を用意してあげればよかったなっていうのがあって、実はだからトップバッターに高先生は来てほしくなかったんですよ。一番来てほしくなかったんだよね。普通の授業の人たちがあってこそ輝くと思ってたんで、順番によっても印象変わっただろうなってすごく思ってて、まあ次にパト先生に来てほしくなかったですけどね。パト先生とか岡崎先生はトップで来てほしくなかったんですよ。でも順番引いた時に高先生、岡崎先生ってなって、うわーって思ったんですね僕ね。皆さんが思ってる授業っていうのが来た方が彼らはもっと輝けるのになってっていうのがね実はありました。あれ順番も実は大事だなと思ってて、そんな9時ですから変えるわけにはいかない。で永瀬先生、大変興味深い授業でした。やや焦っているように感じられたので、3分使い切った授業を見てみたかった。あれもともとあるね1分の授業のやつだったんですね。で鈴木先生、全体のまとめ方が美しかったです。また生徒とやり取りをするかのようなテンポ感は痺れました。右側の板書をスペースを空け、被らないようにすると映像映えします。そうこれね大事なんですよ。で宇治先生、内容はとてもいいんですが、テーマの絞り込みが不足している気がしますと。参加型で面白かったです。最初の一文だけで授業しても良かったかもしれません。宇治先生は英語の先生たちが評価するときにはなかなか難しいとは思うんですね。僕はやっぱりゆっくり動画とかすごい見てる人間なんで、 YouTube で、まあ、受け入れられないっていう人たちはまだ多いと思うんですけど、まあ、今後こういう形もありだなと思って、ですぐに選出したんですけど、僕はね、あの機械で出す英語の音声っていうのももっと進むだろうし、もっと本当人間が喋ってるのに近いのもあるんで、それが使えたらよかったなっていうふうに思いましたね。はい、ということで、まあもうねどうせこうやって流してる間にね点数計算してね出してる人がいると思うんですが、はい、ということで上位がですね、岩瀬先生と杉村先生が26点ということになりました。でまあ再生数で、まあ、岩瀬先生がダントツ全員の中でトップだったんですよね。2万再生以上してられてる。で高評価数がやっぱ多い、974で、杉村先生が335なんで、トップは岩瀬先生が1位通過。これね、サムネのね、写真も良かった。まあ、自分でサムネ作っておく。なんですけど、うまいとこあったなって思って、みんな前半部分から撮ってんですけど、選ぶの結構大変なんですよ、これね。これはね、いい写真だった。そして表情。このでもね、岩先生、このアンダーバーがあるせいでね、これね、字、黄色と赤のね、あれ幅が違うんですよ。実はそんな苦労があったりします。問題はですね、その後の岡崎先生、永瀬先生、パト先生が 23.5 点で並んじゃってるんですよ。779.5、887.5、878.5 という感じで、分かれてますね、評価ね。でもね、こういう時に再生数と評価数っていうのが出てきて、で再生数と評価数はちゃんと比例しているので、岡崎先生、永瀬先生、パト先生の順で再生数ですよね。で評価数も岡崎先生880、永瀬先生788、パト先生522なので、ということで3人目は岡崎先生に決定しました。はい、という形で
決勝は岩瀬先生、杉村先生、岡崎先生で行われます。おめでとうございます。じゃあアドバイスをしておきますか。いろいろとですね、やっぱり僕は YouTuber としての視点がかなりあるので、画角に関しては、まあ、時田先生も言ってましたけど、板書と位置とかですね、まあ、これ実は岩瀬先生はかなり破ってる、かなり、ね、画角だったりとか情報量詰めすぎとか、余計なものが映ってますね。後ろとか iPad のこことかね、余計なものが映ってて、そういうのって気になっちゃう人は気になっちゃうんですけど、ただまあ授業力でそこをねじ伏せたって感じですね。だからもっとその辺を気にするといい授業になるとは思いますね。やっぱ一般と先生の見方っていうのも違うなっていうのはすごい分かったね。基本的にみんな直した方がいいなと思うものはですね、テロップですね。やっぱりその辺は慣れてない人が多いですね。だから自分が映ってない人たちの方が圧倒的にテロップがうまいですね。自分がいてそれと同時にテロップを出してる人たちはまだまだやっぱり全然ですね。まずフォントが細すぎる、すごい見づらいですね。色もそうですね、非常に見づらい。後ろ白でここ黄色とか、そして位置ですね、あるんですよ。やっぱどこに入れるか、顔と被っちゃうとかですか、あの辺は全然やっぱ映像授業としてはまだまだって感じですね。フォントは考えた方がいいです。まあ他の YouTuber たちの見ると分かるんですけど、トップ YouTuber たちのやつは見やすいですね。それに対してやっぱもう YouTube やり始めですとか、全然右も左も分からないですっていう人はテロップが下手です。すごく読みにくい、ね、効果音をねうまくつけられるとね、もっといい授業になるなと思った点もいっぱいあった。だから岡崎先生もそこまであのフォントは好きじゃないし、見にくいところも実はあります。あるけど黒の下地をあって白で出したりして見やすくしてますよね。ああいう工夫っていうのはすごく大事なんですよね。もうその辺も自分自身もね試行錯誤でやってきた人間なんでって感じかな。でまあいろいろねツイッターとかで論争が起こったりとか、盛り上がったんですけど、愛用し方はどうなんだとかですね、これは誰かのモノマネなんじゃないかみたいなのは正直審査してる時にもう出ると思ってたんですよ。こう選んでる時に、いやーこれパクリとか言ってくるやつ出てくんなとか、こうじゃないとか評論家みたいな人が出てくんなって思いながら審査してました。でも本当に最初に見たものがオリジナルだと勘違いしちゃう人がすごく多いので、そんなオリジナルなんてたどればもっともっと昔からあるのに、そもそも何かを取り入れながら授業ってやっていくもんですから、新たに私の論ですみたいにやった方が怪しいですよ。誰かが言っててそれにまあ自分の見せ方で味を加えていくっていうのが重要ですからね。そういったね批判にさらされながらも出てくれた皆さん、ね、本当にありがとうございます。だってもう1万人ぐらいに見られるわけですから、そりゃあ日本にいる他の講師たちよりボーンと上に出たわけですからね。その勇気、ね、本当にね嬉しいです。ありがとうございます。ということで決勝、なるべく1週間ぐらいで作ってくれると嬉しいです。なんたって決勝の審査員はね、こちらの方がやってくれますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.